花火大会は京都府宇治市の宇治川河川実期で1960年から2013年まで行われていた花火大会である。1960年に第1回が開催された。京都府下の花火大会では最大の規模であり、2015年の休止の際に報道された同年2月13日付の京都新聞のネットニュースなどによると、 毎年20万人前後の人出となり、2007年と2008年の開催では22万人を超えたと報道されていた。2008年は、源氏物語千年記,記念第48回、宇治川花火大会。2011年は、みんなで頑張ろう。日本第51回宇治川花火大会という名称で実施された。2014年は8月11日に行われる予定であったが、 台風11号直撃により、海上に近い宇治川上流にある天ヶ瀬ダムの放流量が増えてしまい、打ち上げ場所や有料化難石の設置予定箇所までもが水没する被害が発生し、安全確保が困難となったため、予備日に設定していた8月14日への順延を含め、大会史上初の完全中止となった。京都府内ではこの花火大会に次ぐ規模であった。 どっこ伊勢ふく山花火大会が2013年、露天爆発事故の影響により、無期限休止したため、京都府下での大規模花火大会は、この宇治川花火大会が唯一となっていたが、上記2014年の大風水害の影響が残り、会場の安全確保の観点から、2015年は2月13日の段階で、また2016年も2月20日の段階で、 それぞれ公式ホームページを通して開催中止となった。ただし2015.2016年は宇治川ナイトフェスティバルと題して花火とは異なるイベントを実施しており、これについても花火大会の正式な開催回数に含めている。2017年5月に花火の数や規模の縮小、大会名称も新しいものに変更した上で、これに変わる。 複数日にまたがる開催で4年ぶりの実施が検討されていることが明らかになったが、同年7月に中止が発表された。2018年度以後についても、人手の予想や交通アクセスなど、警備上や安全対策のめどが立たないとして、当面の間は再開を見送り、事実上実施は花火大会そのものを廃止する方針を同時に打ち出した。この時、 宇治市観光協会は今後の再開は非常に困難であると認識しているが改めて開催を前提として実施に必要な費用などを総合的に勘案して今後の開催をするかについては判断することになるとしていたところが2017年12月7日に宇治市は見物客の安全対策に目途が立たないことを理由に正式に 宇治川花火大会を廃止することを決定した。宇治川花火大会が廃止されたため、京都府内での大規模花火大会は事実上廃止かと思われていたが、入れ違いに2018年より京都市伏見区で京都芸術花火が開催されることとなったため、曲がりなりにも大規模花火大会が継続されることとなった。ただし、この京都芸術花火は、 文化庁の京都移転を記念して始まったものであるため、京都に大花火大会の代替としての開催ではない。なお、京都芸術花火は2019年以降も継続して、毎年5月下旬に開催することが決まったが、2020年より2024年までの京都競馬場の改築工事期間は一時的な休止、及び他の会場への一時的な移転が検討されている。これとは別に、 その後2019年に、亀岡市の亀岡平和祭保津川市民花火大会が打ち上げ数を約8000発とした上で、本大会に次ぐ規模の大規模花火大会に昇格している。ありがとうございます。